大手広告会社電通に勤務し過労により自殺した高橋まつりさんの母親は上限の残業時間について月100時間働けば経済成長すると思っているとしたら大きな間違い死んでからでは取り返しがつかないなどと強く反対しています。